皆さん、お元気ですか？朝香です。今日は私がイギリスのドラッグストアで何度もリピート買いしている商品を皆様にご紹介したいと思います。で、今日紹介するものは4つのカテゴリーに分けました。1つ目がスキンケア、2つ目がファンデーション、3つ目がヘアケア、で、4つ目がボディーソープっていう風になってます。それでは一つ目のスキンケアから見ていきましょう。で、スキンケアはイギリスのドラッグストアでリピート買いしているものは二つあって、一つ目はまずこちらのガーニアのミセラクレンジングウォーターっていうものです。で、この液体をコットンに浸して、メイクアップをすべて落とすようにしてます。で、このミセラウォーターのいいところは、日本から持ってきてるマスカラとかアイライナーとか全部ウォータープルーフなんですけど、そのウォータープルーフ のマスカラとかもすべてきれいに落としてくれるので、すごい重宝してます。で、メイクアップリムーバーはこれに出会うまではボディショップのカモミール のメイクアップリムーバーっていうのを使ってたんですけど、それもすごいおすすめです。で、こっちに変えた理由は、一回その、ボディショップのカモミールのやつが切れた時に、ボディショップが見つからない時があって、これだとドラッグストアで売ってるので、すごい手に入りやすくて、で、そこから、こっちに、転向しました。で、このガーニアのミセラクレンジングウォーターと、そのボディショップのカモミールのメイクアップリムーバーは、両方とも、敏感肌用なので、すごい肌が敏感な方にもおすすめです。で、この2つを試す前に結構いろんなメイクアップリムーバーとか試したんですけど、肌がすごい刺激が強いものがいっぱいあって、このガーニアのミセラウォーターとボディショップのカモミール のラインは全て私 の敏感肌にあったので、すごいおすすめです。で、イギリスに来られたばっかりの方とかはスキンケアとかすごいどれがいいのか迷うかと思うんですけど、敏感肌の方はぜひ試してみてください。それではスキンケア用品2つ目です。これはもうずっとリピート買いしてるんですけど、こちらのシンプルっていうブランドのクレンジングワイプです。で、先ほど言ったこちらのガーニアのミセラウォーターであらかじめメイクをほとんど落とした後に、こちらのシンプルのクレンジングワイプで残ったメイクをきれいに落とすようにしてます。で、よくこのシンプルのクレンジングワイプはスーパードラッグとかブーツですごいいつもディスカウントされてて、3つ買うと2つの値段で買えるっていうディスカウントがよくされてます。で、そのディスカウントされてる時をいつも狙って一気に3つ買って買いだめするようにしてます。で、次はスキンケアのおまけで、ドラッグストアで買ったものではないんですけど、結構スキンケアの仕方がイギリスと日本とでは違って、日本のようなしっとりさせてくれる化粧水を見つけるのってすごい難しいんですけど、もし日本のようなしっとりした化粧水を探されてるって方は日本の無印に行って、この化粧水しっとりっていうのを買われるのをおすすめします。で、無印は本当にイギリスのどこにもあるの で、あとオンラインもあるので、もし日本のようなしっとりしたタイプの化粧水を探されてる方はぜひ試してみてください。で、こちらの無印の化粧水は日本で作られてからイギリスに輸入されてるようなので、入ってる成分とかが日本で売られてる無印の化粧水と全く同じのようです。で、もしイギリスで肌に合う化粧水が全然見つからないって方はぜひ試してみてください。で、それでは次ファンデーションに移りたいと思います。で、私がリピート買いしてるファンデーションは2つあって、まず1つ目はこちらのレブロンのカラーステ24っていうやつを使ってます。で、こちらは250番で、もう1つが240番なんですけど、この2つを混ぜて使ったりしてます。で、もし日焼けをしてるときは250番をよく使って、日焼けが落ちてきた秋とか冬は240番を使うようにしてます。で、中間ぐらいの肌のときは混ぜて使ってます。
で、このファンデーションのいいところは、カラーステイ24時間って本当言われてるように、持ちがすごいいいことと、私はすごい肌がオイリーなんですけど、マットに仕上がって、結構オイリーな感じを抑えてくれるので、すごい重宝してます。で、もう一つ のこのファンデーションのいいところは、すごいカバー力があることです。で、ニキビとか吹き出物とかあって、こうしっかりカバーされたいって方は本当におすすめです。で、ドラッグストアとかに行くとトライできると思うので、手の甲にとってちょっと試されるのもいいと思います。で、ファンデーションのおすすめ2つ目はこちらのエステイローダーのダブルウェアっていうファンデーションです。で、実際私はこのファンデーションを結婚式でも使いました。で、私が結婚式を挙げたのは6月で、すっごい暑い日で、特に外で式を挙げたので、汗とか皮脂とかがすごい浮きそうな日だったんですけど、そういう時でもちゃんとこのファンデーションがカバーをしてくれて、ほとんど化粧直しとかする必要がなかったので、すごいおすすめです。で、もしお呼ばれされてる時とか、夜出かける時とかにちゃんとカバー力が欲しいっていう時は、本当におすすめのファンデーションです。で、私はこちらの2つのファンデーションを使い分けしてて、お呼ばれされた時とか夜出かける時はこちらのエステイローダのダブルウェアでしっかりカバーをして、普段使いする時はこちらのレブロンのカラーステイのファンデーションを使うようにしてます。で、それでは次はヘアケアに移りたいと思います。で、私がリピート買いしてるヘアケア用品は3つあって、まず1つ目はこちらのヘッド&ショルダーのイッチースカルプ用のシャンプーです。で、このシャンプーに至るまでに本当にいろんなシャンプーを今まで試してきて、ロリアルとかオーシーとかジョン・フリーダとかいろんなシャンプーを試したんですけど、多分イギリスの水道水が硬水なので私の皮膚に合わないのか、冬に私の肌がとても乾燥した時があって、その時に頭皮が痒くなったっていう問題があった時に、その解決策としていろんなシャンプーを探してたところ、こちらの頭皮が痒い方用っていうシャンプーを見つけて、薬用的な役割としてこちらのシャンプーを買ったところ、すごい良かったので、もうこれに変えてからはずっとこちらのシャンプーを使うようにしてます。で、2つ目はヘアマスクです。で、私は髪の毛がすごい傷んでて、ここ何年もずっとカラーとカールをすごいずっと繰り返してきたので、特に毛先の方とかがすごい傷んでて、それの対策法としてコンディショナーでは足りないってなって、もうずっとヘアマスクをしてます。で、シャンプーが終わった後、少し乾かした後このヘアマスクをつけるようにしてて、私が使ってるのはこちらのパンテーンのインテンシブマスクっていうものです。で、タイプはこちらのスヌースとスリークっていうタイプの緑のラベルのヘアマスクを使ってます。で、こちらのヘアマスクもこれに出会うまでにいろんなものを試したんですけど、私の髪質にはこちらのヘアマスクがすごい合ってたので、もうこのヘアマスクに出会ってからはずっとこのヘアマスクをリピート買いするようにしてます。それではヘアケア用品3つ目です。3つ目はヘアオイルです。で、私が使ってるヘアオイルはこちらのロリアルのヘアオイルです。で、こちらは日本でも売ってるので見たことある方もたくさんいると思うんですけど、もう私の髪の毛は先ほども言ったようにすごい毛先が特に傷んでるので、お風呂から上がってきたら髪の毛を乾かした後、こちらのオイルを手のひらに 2,3 プッシュしてこう混ぜて毛先を重点に髪の毛になじませるようにしてます。で、このオイルを使うと使わないでは本当に髪の毛に影響がすごいあって、このオイルが切れた時が結構何回かあったんですけど、本当に使わないと髪の毛がキシキシして櫛が通らないとかもあったんですけど、このオイルを使うとまた元通りに戻って、こう櫛の串通りがすごい良くなったっていう経験が何回もあったので、本当にこのオイルは重宝してます。それでは私がイギリスのドラッグストアでリピート買いしているもの、最後4つ目です。4つ目はボディーソープです。
で、私が長年愛用しているボディーソープはこちらのダブのボディーソープです。でも皆さんダブは日本でもおなじみだと思います。でダブのボディーソープはいろんな種類があって、アンチエイジングのものとかこちらのディープノリッシングのものとかいろいろあるので、もう気分に合わせて、もう季節とかその時の気分によって好きなものを買うようにしてます。でこの何個か前のビデオでロックダウン中の買い出しに関してのビデオを上げた時があって、その時はアズタっていうスーパーマーケットで買ったサニックス の, とっても乾燥されてる肌用 の, ボディーソープがすごいいいっていう話をしたんですけど、そちらのボディーソープもすごいおすすめです。でもうイギリスはすごい寒くなってきてて、ちょっと秋模様なので、もし乾燥肌に悩まれてる方とかはぜひそのサニックスのベリードライスキン用のボディーソープ試してみてください。皆さんビデオのご視聴ありがとうございました。で私がイギリスに実際渡英した時にドラッグストアでどういうファンデーションを買ったらいいのかとか、化粧水はどこで買うのかとか、そういう悩みが結構あったので、こういうビデオがもし私が渡英した時にあったらいいなと思って今日のビデオを作成しました。で今海外で滞在されてる方とか、今後海外に移住される方とか、こういうビデオ面白いなと思ったらぜひ高評価ボタンを押してください。でこういうビデオをまた作りたいと思いますので、もしリクエストとかあればコメント欄で教えてください。でまだチャンネル登録されてないって方はぜひチャンネル登録もご検討お願いします。それではまた。